はい、おはようございます。庄島亮志、濱家です。今日はですね、9月21日の今朝5時半ですね。で、皆さん覚えてますか？台風14号、それが来たね、次の日ぐらいであります。居酒屋が11時に終わって、それから網を仕掛けて行っておりましたんで、その網を今から繰りに行きたいと思います。まあ、いつものね、あの台風明けの、まあ、無人島またしゃぶり作っちゃおうみたいな、そんな感じですじゃあ行きます。自然豊かでいいなぁ。おはよう。メクソがめっちゃついてる。はい、じゃあ港の方へやってきました。でちょっと風は吹いてますけど、早速いつものカッパを着て、やっていきたいと思います。はい、というわけでカッパを着て、でライフジャケット、じゃあ早速船に乗りたいと思います。これぐらいの距離なら余裕です。無人島へやってきました。今日もしゃぶり尽くしていきたいと思います。でいつもはね、向こう側とかから網やってるんですけど、手前のあそこに見える砂浜側からね、網をやっております。はい、今日もみんな大好き主観もの、一緒に何が来るのか見ていきたいと思います。はい、それではいつものように見ていきたいと思います。そうですねちょっと考え事してて頭が固まっちゃいました。いつものように台風、まあ、いつもじゃないんですけどね、台風明けの濁海ですねに網を仕掛けてみた。無人島ですね、台風明けの無人島か。そうですね、今回は台風明けの無人島に網を仕掛けるということで、旗を上げて、さあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのか。いつもの歌い文句を言ったところで、早速鬼おこぜがかかってきました。おこぜの名前の由来はですね、あの醜い顔みたいな感じらしいです。こんなに美味しいのに醜い顔と言われるのはいかがなものでしょうか。美味しいお顔と私が名付けてあげましょう。何様だったつもりですね。それでは引き続き網を上げていきましょう。こちらタケノコメバルですね、あ、頭ですね。でその後も、何か来るかな。この日は風が吹いてたんで、ちょっと操船しながらやっていきます。アングル変わりまして、こちら運転席からですね、前から風が吹いて、おいいタイが来ましたね。前から風が吹いてるので、あの船を前にしながら食っていかないと船がね、前に行かないんですね。それでは引き続き網を上げていきます。さあ、こちら前からのアングル、私はいつもこんな感じで、GoPro を加えて、やっております。で次が来たのもガシラですね。ガシラが来ました。で次がこちら、アコウの小さいやつですね。アコウの小さいやつはリリースです。でまた、アコウの小さいやつ、この日はね、アコウの小さいやつが非常に多かったですね。でこ次がまたオニオコゼ、このオニオコゼは大変大きい。タケノコだ。でタケノコが来てるんですが、磯にかかってます。あ、外れました、まあ、磯にかかるっていうのは結局石があるんで、そこの石にかかっちゃうってわけですね。でまた前からのアングルで、次から次へとお魚が来てますね。台風明けの無人島、お魚が非常に多い感じが見受けられます。まあ、別に台風明けじゃなくてもね、正直変わらないところはあります。さっき一瞬見えたのがオレンジ色のオニオコゼです。オレンジ色のオニオコゼは50匹に1匹ぐらいはここら辺ではいます。さあ、その後も網を繰り進めていきます。かしら、まあなんか小さいものが非常に多いですね。やっぱこっちの方はですね、小さめの石が、転がってるもんですから、それで多分小さめのもんが多いんだと思います。ちょっと台風明けの感じが見受けられる草木がいっぱいついてますね、網に。やっぱ台風明けだから、この風とかそういうのでつくわけですね。ちなみにこの台風は14号、あのめちゃくちゃ大きかった14号の前の段階の台風になります。台風何号か忘れましたけど、14号の前だから13号なのかなよくわからないですね。あれいろんな名前ついてますね。でこれイネバチですね、なんかサメみたいな目してますね。で僕大好きウマヅラハギがやってきました。なんと2匹も、お3匹も。ちょっと熱いんでクーラーつけます。よし、おお、なんとウマヅラハギが3匹も塊にいました。その後もアコウにウマヅラハギに、なんと
お、めっちゃ大量ですね。この日こんな大量だったかなって記憶があるんですが、こちらの魚を全部外していきます。はい、お先に外しました。でこちら当然みんな大好き水中映像で生きてる小さい魚はリリース。うわー、壮観ですね、圧巻ですね。うわ、船の下みんな行ってる面白いですね。おっと、今何をしてるんだ。 GoPro を調整した。おお、どこ。おで、なんか来ましたね。あ、またしてもでっかいタイですね。この日ね、タイがめっちゃ多かった記憶があります。記憶とか言ってね、記憶とか言っちゃうとなんか臨場感ないですね。皆さんと今一緒に食ってる、私はそういう初心うぶな心に帰って、皆さんと一緒にこの網栗縦網の栗を見ていきたいと思います。で、上がりのタイが来て、で次生きのタイですね。やっぱこの網のかかり具合とかによっても魚が死んだり生きてたりするんですよね。でこう本当はね外していきたいんですけど、風がね、あの動画では伝わりにくいんですけど非常に吹いてて、やっぱそれでこう船が止められなくてですね、なかなかとりあえず一旦先にバーッと上げて、ある程度溜まったら外すというスタイルで、この日はやらせていただいておりました。タイが、でっかいタイがボッコンボッコン上がってきてますね。やっぱね、あの長瀬刺し網の大きいので、このタイを取るのと縦網でタイを取るのでは全然ですね、その嬉しさというか、なんか違うんですよね、あの来た時の感動っていうのが。でこのちっちゃい網で、あの大きいのがボッコボコ上がってくるから気持ちがいいと、そういったところでしょうか。でまたウマヅラが来て、次はマゴチですね。さっきのイネゴチと違って、もうザ・マゴチ、ザ・コチ、めっちゃ超えてますねといったところです。カレーもそうですけど、あんまなんか本堂のものみたいなのがいるんですよ。マカレーとかマゴチとか、そういうマがつくやつがね、真のみたいな。であちらがハモです。まあでも真のって言っても結局それは人間が決めたもんで、まあイネゴチがマゴチだった可能性もあるわけですし、で考えたらなんかなんていうかね、なんか納得いかないというかね、勝手になんか本当のとかってつけられる魚の気持ちはいかなるものか、まあ、それを気にしているお魚さんが一体この世界に何匹いるのかといったところですね。その後もタイがすげえな、しかしタイがボッコンボッコン、まあ私がずっと喋っててもあれですから、ちょっと黙るのも、いいですね。少しだけ黙りましょう。鬼岡で、鬼岡で、ウマヅラ、タイ、まあ、基本的に来るものは、一緒ですよね。オニオコゼ、ウマヅラ、タイ、それからまあ、コチとかカレイとかそういった別のものが来るといったところです。変わったものといえば最近は何だったかな、まあ、最近はあんまり変わったものが来ないですね、まあ、それはそれでいい、変わりのない人生、それもまた幸せ。いや、魚多いですね結構パラパラと、タイが結構大量だし、ウマヅラにオニオコゼに、なんか秋の海になったなって感じで、すげえ楽しいです。ほら、また来た。ウマヅラですよ、これ。肝もパンパン。あ、ちょっと。わ、ちょっと。はい、オニオコゼ。オニオコゼ、またオニオコゼ。おー、で、でかたい。でかたい。すごいです。次から次へと魚が、おー、またでっか。おー、いいね。ふぅー。今宵は大量です。夜じゃないけど。秋になって魚増えてきた。楽しい。おー、でっかいオニオコゼ、それからウマヅラ、またでっかい体勢だこれ今日一よ、なんだこれ。お、また体だ、秋のいい体が、もう伝わんねえこれ。で、ベラも来ました。で、終わりも近くなってきました。はい、じゃあ網栗が終了しました。なかなかのいい量でした。はい、じゃあ生きてるやつは外したんで、とりあえず一旦帰って生かします。で、生きてるのは片池までこれだけで、さらにこっちも大量に入ってます。急いで帰ります。多分ここら辺はもう目が飛んでるんで、わかりますか、目がもう生きる気力が薄い、この子たちは死んじゃうんで、上がりですね。はい、じゃあ帰ります。はい、じゃあ帰ってきました。とりあえず生かしていきましょう。はい、じゃあ池も開けていきます。で、先にもう明日まで生きないと、もう見ただけで僕は分かるので、それを出して締めていきます。
に行きそうなタイを生かしていきましょう。で、生きるかもなタイがこれだけ。では水に生かしていきます。大量だな。しかし毎日これぐらい取れたら全然いいのに。で、次取れたやつ全部出していきます。はい、で、生きてるのがこれだけに、まだ上がりが、これとまだ外すやつがちょっとあって、こっちにも、これは刺身ができる上がりですね、さっき死んだやつ。それからイカシモンのタイが、5匹ぐらいです。これもダメかな、泳がないから多分ダメそうだな。いや、大量ですね。じゃあちょっと取れたものを見ていきましょう。まずウマヅラハギ、それからキジハタ、そしてオニオコゼ、メイタガレイ、マゴチ、ハモなどなどです。じゃあ生かしていきます。はい、じゃあ生かし終わりました。生かしてたらですね、また新たなものを発見しました。イネゴチ、それからカサゴ、それからタケノコ、メバルです。タケノコの時期に美味しいから、もう今美味しいです。タケノコの時期じゃないですけど。はい、じゃあみんな大好き水中映像を見ていきましょう。ウィーン、突っ込みます。で、おこぜちゃんも。はい、じゃあ上がりは氷して、何本か居酒屋持って行って、あとは市場ですね。お疲れ様でした。サギが魚を狙っちょる。どこ見てんだ。はい、で、タイは松岡さんのところに持っていくことが決まりました。で、今から、いつものアサラー行ってきます。最近アサラーが主流ですね。起き行った後のラーメンがうめえんだ。はい、というわけで松岡さんの加工場にやってきました。松岡さん今会議でまだいないんで、僕が先にしておきたいと思います。と思ったら松岡さんがやってきました。失礼しました。先に鱗取ろうと思ったところ。お願いします。じゃあお言葉に甘えて取りましょう。もう秋の海になっとんから。秋の海になってきたなあ。うん。はい、じゃあ魚人になりました。松岡さん3匹だけお願いします。はい、超両断。ちっちゃいんで。オッケー。ナス。大丈夫かな。切れる。めっちゃ切れる。切れすぎて怖いわ。ほら。コブがあったんじゃん。コブが見えたで。タイはようあるやな。うん。天然だけあるんだ。なあ。しようかな。うん、ぽいな。はい、オッケーです。ありがとうございます。じゃあいきます。よう切れる。めっちゃ切れる。早いやん。返します。あれ、真面目モードになった。真面目モード。だって難しいもん。おお、いいね。おお、いいじゃないですか。上等。いいね。ちょっと縁側が攻めが甘かったから、ちょっと次反対綺麗にいってみよう。丁寧に。うん。ここデポチンがあるから、このデポチンを返してあげて中に入れていく。なるほど。そうですね。で、こっちをキュッと。素晴らしい。で、ここはもう縁側ギリギリを攻めます。かっこいい。ナイス、愛の手あざす。抜群です。じゃあついでに松岡さん家に届いた、コンマメのハモをさばいていきます。
じゃあ松岡さんありがとうございました。いい、お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ僕は居酒屋の方戻ります。はい、急に時間飛んで、居酒屋の営業終了しまして、それからですね、網やり行っておりました。で、明日はまた4時、5時か、5時半に来り行きたいと思います。で、今日の晩酌は、こちらのなんか卵のなんかと、これですね、鹿児島ハイボールさん、まろやか、爽やかだ、よかったよかった。そしてパンツですね。というわけで、ちょっとなんか手が震えておりますが、本日ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.